皆さんこんにちは、マナー講師の野崎美子です。さあ今回はマナーの基本、お箸の使い方についてのお話です。まずは正しいお箸の上げ下ろし、そして使い方について、続いてはついついやってしまうお箸の NG マナーについてお話をしたいと思います。最後までお付き合いください。さあ、日本人であれば小さな頃から慣れ親しんだこのお箸の使い方、まずはお箸の基本の使い方から押さえておきましょう。まずはこの割り箸からです。割り箸の割り方にマナーがあるってご存知でしたか？箸袋からこう出したお箸はどんな風に皆さん割ってらっしゃいます？こんな風に割り箸は人に向けて割ってはいけません。横に向けて縦にこんな風に割ります。前方から見えないように少し手元から下ろして割ります。そして箸置きにセットしましょう。箸置きに置かれた箸の持ち方は、まずは右手でこんな風に中央を持ち上げます。左で先を受けたら滑らせてこんな風に持ち替えてください。1、2、3、置くときは逆になります。1、2、3。さあできましたか？次に箸の持ち方です。もちろんこんな持ち方をしちゃダメっていうのはご存知でしょうけれども、うまくお箸を持ててる人っていうのは実は少ないんです。親指、人差し指、中指でこんな風に支えます。そして親指と人差し指の間に差し込んで、残りの薬指と小指で支えます。動いているのは上の方のお箸だけですね。こうするとくちばしの形で美しく持つことができます。さあ実際お箸が持てるようになったら、物を食べるときどんな風にするかイメージしてみてください。そうですね、取ったものを口に迎えに行くのは、これは犬食いと言って悪いマナーの代表です。でも持ち上げたものを口で迎えなくてどうするんでしょうか？実はとても多いのが箸を横に使うと思ってらっしゃる方が多いんです。箸は実は縦に使います。横にするから口で迎えに行かなければいけませんよね。なので箸は縦でつまんで縦に口に運ぶ、縦でつまんで縦で口に運ぶというのが正しい箸の使い方です。続いては日本料理でよくある蓋のついているこんなわんものの食べ方をやりましょう。わんはまずは右手で蓋を取ったら斜め上に逆さに置きます。そしてここでまずは箸を持ち上げる方がいらっしゃいますが、これは NG です。まずはわんから先に両手で持ち上げます。持ち上げたら左で受けて右手をフリーにさせたら、1、先ほどの箸を持ち上げる、そして指の中ほどで箸を受けます、2、そして3で召し上がるのが正しい食べ方です。最初から中身を食べる方がいらっしゃいますが、これは実は間違ったマナーになります。
の具を箸で押さえ、そしてまずはお汁を一口召し上がってください。その後に汁が垂れないように縦に口に運びます。横ではありませんよ。置く時ももちろん1、2、3の要領で置くといいでしょう。食べ終わった後の蓋は必ず元に戻しておきましょう。さあ皆さんはどんなふうにお刺身を召し上がっていますか？箸を持ち上げたらお刺身を取って醤油の小皿に置きますよね。そこで軽く醤油をつけたらそのまま持ち上げて口に運んでいらっしゃいますか？そうなんです。実はこれお醤油が垂れてしまったりしますよね。ですので粗相をしてしまいがちです。小さなこの小皿は実は手で受けてもいいものなんですよ。ですから小さな小皿は必ず両手で受けたら先ほどの要領で左手に片手に置き1、2、3の要領で箸を受け、そしてお刺身をこの上に置いてから手元に持ってきてお刺身を召し上がりましょう。もちろん置くときも1、2、3の要領で箸を置いてこの小皿もゆっくりとテーブルの上に置きます。さあついついしてしまうお箸の NG マナーについてもお話をしましょうね。よくあるのがこちらです。まずはお箸を持ったままこんな風に箸を舐めてしまうような舐め箸、そして噛んでしまうような噛み箸はいけませんね。お箸についたご飯を口で取るようなもぎ箸も NG です。そしてこのままお箸を持ったまま碗を引き寄せるような寄せ箸やお汁を垂らしながら物を口に運ぶ涙箸なんていうのも NG に入ります。あとお茶碗などを口につけてそこからご飯をかき込むようなついつい丼ではしたくなってしまうこれも実は NG マナーだということを覚えておきましょう。さあいかがだったでしょうか？ついついやってしまいそうな NG マナーありませんでしたか？ぜひきれいな姿勢で美しく食事をすることは相手に対してのマナーです。美しく召し上がる方を見ると思わず一緒に食事をしたくなるものです。ぜひ皆さんもお箸のマナー気をつけてくださいね。